です。今日はリクエストがありました、着物の身幅直しと身丈直しがどのぐらいできるのかの確認の動画をアップしてほしいということで、まずは今日は身幅直しからご紹介していきたいと思います。まず皆さんは自分の身幅は着物ではどのぐらいのサイズなのかということはご存知でしょうか。基本的には着物の身幅はヒップサイズで見ることになっています。お尻よりお胸の方が出ているという方はちょっとまた別になってくるんですが、基本的にお尻の一番出ている部分を測っていただきました寸法で身幅を決めることになっています。私たち和裁師がよく使っている寸法がありますので、まあ、和裁さんによってはね、いろいろ少しずつ誤差があるかもしれませんが、まあ、近いところでね、よく似通ってると思いますので、まずは自分のサイズはどのぐらいなのかを、よくご確認ください。こちらのお着物も後ろ幅8寸、前幅6寸5のお着物になっているんですが、なぜこの寸法が多いかと言いますと、こちら仮襟の状態から作られているんですね。仮に着物の状態に縫ってから柄付けをしているお着物になるんですね。その一般的なサイズがだいたい洋服でいう L サイズぐらいの柄でつながるように作られているということになります。多少なり私これよりちょっとヒップサイズが小さいんだけどっていう風にね思っても、このね柄が多少合ってますので、多少の違いはもうお着物のねお着付けで調節してもらって着付けをされたらいいかなと思います。身幅直しの注意点としてですね、一番はですね、この柄がこうつながってますね。これが合わなくなるということですね。こちらの下の部分であったり、お花の部分がね割れてる部分がくっついてたりするところがあるんですけども、これもかなりずれてしまいます。もうそれを承知で直すかということにはなるんですけれども、こうもう本当に線になってつながっているようなものはすごくずれた時にねすごく分かりやすいので、その辺はよく和裁師さんと確認の上身幅直しをされた方がいいかと思います。あとこの筋がですね、こういうふうに表に、まあ、広くした場合ですよね、身幅を狭める場合は線は残らないんですが、どうしても広くする場合はここら辺に線が出てきてしまいます。雪直しはこの辺にしか線が出ないんですが、身幅直しはもう下までずっと線が出るような形になりますので、線が目立つ場合、あとこの辺が出した時に色が変わっているお着物ですね、その辺はちょっと出した時に和裁師さんが止めてはくれるとは思いますが、ぜひちょっと注意してもらいたいところではあります。それでは身幅直しがどのぐらいできるかを今から確認していきたいと思います。着物の内側で見ますので、この着物をちょっと内側にひっくり返してみます。身幅直しには2パターンの直し方があります。脇だけで、ここの脇の部分だけで出す身幅直しと、あともう一つが脇を出した上で まだこの奥身幅からも出す方法なんですね。もちろんこの脇を出した上で奥身幅を出す方が、さらに身幅は出すことができます。しかしながらこの奥身を出すにはこの襟も外す必要があるんですね。なのでもちろんなんですが、脇からのみ出す方が料金も安いですし、この脇を解体して奥身も取ってこの襟も取ってとなるとかなり高額な金額がかかってきますので、その身幅直しよりかは脇だけで直す身幅直しの方がお安くつきますので、そちらのお直しの方がおすすめです。脇だけで直す、見方なんですが、雪直しのね仕方の
確認の動画を見ていただいた方には分かると思うんですが、同じことになります。胴裏とこの見えている胴裏と表の生地が同じだけないと、身幅も出せません。なので今この部分で見えているところで言いますと、この前幅部分がだいたい5センチぐらいですね。でこちらの後ろ幅に見えている胴裏部分が4センチぐらいになります。そして表生地はと言いますと、背中部分には入ってないんですね。前幅に両方倒れています。そこに倒れている部分を難しいですが、また手で触って、あ、この部分だなっていうのが分かりましたら、だいたいこれで4センチ、4.5センチぐらいになりますね。で、前もお伝えしましたように必ず縫い込みが必要になってきますので、そこから 0.5 センチから1センチぐらい抜いてください。そしたらこの置物はだいたい3センチぐらい出せるような形になります。後ろ幅も3センチ、前幅も3センチほどは出せるんですが、まあ普通に考えるとそうなんですが、ちょっとね、身幅の場合はちょっとこの脇止まりのところで縫い込みをちょっと合わせる必要がありますので、一概には必ず出せるとは言えませんので、まあだいたい縫い込みがあるかどうかを確認して、だいたい あるなと思った時点で和裁師さんにご相談ください。まあだいたいこちらのお着物で、これが L 寸で、今のところヒップサイズ95センチから98センチのお着物になるんですが、だいたいこちらのお着物はヒップサイズ105センチぐらいまでの、おサイズであれば出せるかなといったところです。まあしかしながらね、先ほども言いましたように、そこまで出すとここのね、前柄、前柄じゃない、脇ですね、脇の柄がずれてしまいますので、まあそれを考慮の上、ご検討いただけたらなと思います。身幅直しはねちょっと難しいんですが、ちょっと縫い込みがあるかどうかの確認だけして、もうね、和裁師さんにご相談ください。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルがいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。